大和しじみは丁目、しじみ城下、姫しじみ赤の長一種。前市町は9から16ミリメートルほどで小型。日本には本州以南に分布する。トカラ列島の悪石島から小宝島付近を境にし、北方の日本本足と南方の南西諸島足に分かれる。国外では中国、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、フィリピン、インドなど、 南アジアから東南アジア、東アジア一帯に広く分布する。英名は、ペイルグラスブルー。羽の色模様は、近縁種である浜山としじみに非常に、似る。シルビアシジミ、ヒメシルビアしじみにも似るが、主に羽裏の反紋により区別可能である。分布、本州から南西諸島まで広く分布し、東北南部以南では最も普通に見られる蝶で、 東京都でも最も発見頻度の高い蝶の一種である。近年分布域の北進が報告されており、2012年における分布北限は青森県深浦町である。発生時期、関東では年後の6回、春から秋まで発生する。夏季のライフサイクルは卵期が5から6日。孵化後、約2週間の幼虫期間の間に3回の脱皮を。 へて4年幼虫となった後、サナギになる。6日程度のサナギ期間を経た後、羽化する。成虫は2週間程度生存する。春や秋などの低温期には各ステージの発生期間が伸びる。越冬体は幼虫。沖縄東以南では終年発生する。生息場所、幼虫の植草である型身が多く見られる平地の道端や工作地周辺に生息し、 人家周辺でよく見られる。日当たりの良い場所にカタバミさえあればほとんどどこでも発生するが、成虫は移動力に劣るため、食草の少ない産地などではあまり見られない。植生、その他、カタバミに散乱し、幼虫もカタバミを食べて育つ。エゾカタバミ、薄赤カタバミなども利用する。外来種である紫カタバミや芋カタバミでは育たないが、 おッタちカタばみでの生育は不明である。在来であるミヤマカタバミやアカカタバミの利用や生育についても不明。成虫は背の低い植物の黄色の花を吸蜜種として好む。天敵となる捕食者はクモ、カマキリ、カエルなど。幼虫はヒメバチなどの寄生バチや寄生バエに寄生されることがある。交尾行動ではオスがメスに接近し、 羽をほぼ水平に広げて振わせて、交尾を促し、同時に腹部を曲げて、交尾体制に入る。メスは、非交尾の場合羽をバタつかせて、拒否行動を取るが、未交尾の場合は動かない。メスの生涯交尾回数は1回から2回程度とされる。オスは、テリトリーなどは作らない。オスの交尾行動の開発には、羽表よりも羽裏の色彩が重要である。 マトしじみの卵卵、非常に小さく0.4ミ、mm、リメートル程度。乳白色で球体を上から押しつぶしたような、扁平な形状をしている。中央部には0.05ミ、mm、リメートルほどの成功がある。型紙の葉裏に一つずつ産みつけられ、通常、一箇所に集中することはない。卵期間は5日から6日程度。幼虫、発霊幼虫で1ミリメートル程度。 終霊で1 0 0トルを超える。弱霊では、高褐色の退色をしており胸部及び腹部に複数の専毛を持つが、3例、4例では胸部及び腹部が肥大し、専毛は短くなる。退色は黄緑色か緑色。稀に親戚色の退色を持つ個体が生じる。終霊では、第7複節背部に密線を、また、 第八複節肺部に一体の伸縮突起を有する。幼虫期間は2週間程度。大和しじみのオスサナギ、1センチメートルほどの米粒様の形状をしている。黄緑色、緑色、または褐色。アゲハげョウカや縦ョウカのサナギのように触れても動くことはない。羽化の前日になると、成虫の体色が色づき始め、死ゆがわかるようになる。サナギ期間は6日程度。 生中、体は、頭部、胸部、腹部に分かれる。頭部は半球型で、それぞれ1体の腹眼、触覚、下唇、ひげ及び1本の興奮がある。腹眼は、灰色で、偽動向が見える。触覚は、先端部は黒色、中央部から基部にかけては、黒と灰の縞模様。興奮は、うか直後は合併していないが、しばらくして合併し1本となる。 ヤマトしじみのメス。アダルベルト在ツによる病が。胸部は長方形差まで、全胸、中胸、後胸に分かれ、それぞれの腹部側に一体ずつの足を持つ。死ゆでは、前足の付節の形態が異なり、オスでは一節少ない。中胸背部には、前肢、後胸背部には、甲肢が付き、前肢は直角三角形型、甲肢は、 楕円形型である。雌雄で羽色が異なり、オスの羽表は青色から青白色で、前肢では羽外縁部に黒色の帯を有し、後肢では羽外縁部及び全部に黒色の帯を有す。メスでは前後とも一様に黒色からロイ色を呈す。オスでは羽表に発酵鱗を有す。羽裏は雌雄ほぼ同一で、肺褐色の銀色に円形また、 白の字型の黒色反紋を有す。ス。字色は、オスではやや青みを帯びる。反紋は、羽の基部側より、基部反列、中央反列、第三反列、第二反列、第一反列に分かれ、前後羽とも基部反列に4から6個、中央反列に1個、第三反列、第二反列、第一反列に7個から9個の黒色反紋が並ぶ。各反紋はをえない。 腹部は円柱型で十節に分かれ、背側は黒色を、腹側は灰色を呈す。メスは卵を持つため、オスより大きく膨らむ。季節変異、雌雄とも季節変異を有し、季節により羽の色模様が連続的な変化を示す。オスでは、前後羽とも羽表の黒色帯部が縮小し、青色部が広がるとともに白色を強く帯びるようになる。メスは、キブ側より、 青紫部の拡大が生じる。羽裏では死ゆとも低温期には地色が暗色化する傾向があり、しばしば黒色斑紋の縮小、または消滅が生じる。亜種、日本にはトカラ列島中野島北に分布する日本本アッシ種、ZM アルギアと宝島以南に分布する南西諸島亜種、ZM 沖縄名が存在し、それぞれ形態が異なる。 両アシュの羽色は、オスでは、ほぼ同じであるが、メスでは、日本本土アシュが、羽表は黒色であるのに対し、南西諸島アシュでは、前後羽とも、基部側より大きく青紫部が広がる。また、南西諸島アシュも、季節型をユースが、本土アシュと異なりメスの低温期個体は、オスと、ほぼ区別できないほど、青色部が、羽全体に広がる。また、 南西諸島アッシュはやや小型である。国内においては、アッシュ内での地理的変異は知られていない。国外、台湾に産するものは、その形態から、南西諸島アッシュ、ZM 沖縄などされている。中国、韓国に産するものは、本土アッシュ、ZM アルギアに近い色彩をしている。特殊事例、本州の分布北限の一部地域では、2000年以後の、 分布の北進に伴いば根裏の反問が著しく変化した個体が高頻度で出現した。これらでは正常の反問に就職が加わった反問をしており、摂氏4度以下の低温処理をさなぎに施すことによってよく再現される。このような反問就職個体は産地などの標高の高い地域に生息する個体でも稀に見られることがある。本州に関連した研究事例として 本州の北原個体群で生じた反問就職個体に関する研究がある。本州の分布北原の個体群の一部では近年の分布の北進に伴って低温により生じるはずの反問を持つ個体が真夏に高頻度で出現した。これは低温環境により生じた反問の変化が遺伝的に固定し個体群内に浸透したために生じた現象であると考えられている。また、 2011年に生じた福島第一原子力発電所の事故後、南東北の広範囲で一時的に、携帯異常を持つ個体が高頻度で発生したことが報告されている。この時に発生した携帯異常は、副眼や足、羽形などに多く見られ、半門異常についても、北限個体群に見られるものや低温により、有機される半門就職とは、質的に別で、 放射性物質を含有する食草や突然変異誘発剤を幼虫に与えることによって発生するものと同質であった。また生じた形態異常の一部は遺伝性を示すことが明らかとなっている。当地域における形態異常個体の出現はその後数年の間に収束している。その他に本種幼虫の接触誘導物質に関する研究や ボルバキア感染率の季節変化に関する研究などがある。アイルランドの歌手エンヤは本種の英名であるペイルグラスブルーと題した曲を2015年に発表している。本曲はアルバムダークスカイアイランドのボーナストラック曲として収録されている。現代美術家のヨネタニケン、ジュリアが本種を利用したガラスアートを作成している。ありがとうございます。